メインイベントトップバッターファイナルマッチ60分一本勝負を行います。中島リングアナも声に非常に気合が入っています。メキシコ出身148パウンド浜田彩子、北斗の引退というこの試合に外野に新しい風が吹き込まれます。浜田彩子、長崎県出身170パウンド長与チーム、このコスチュームを着た意味は、そしてこの表情は、長与どんなバトルを繰り広げるんでしょうか。赤子が新潟県出身148パウンド佐藤村メイコ、忘れられない一戦に里村はどんな戦いを見せるのか、気合は十分のその表情。そしてそして160パウンド、このリングコールもこれで最後です。いやー、白いリングが見えなくなりました。ものすごい数の紙テープ、いよいよゴングです。メインイベント、どうだ、カウンタク、表情は朦朧ですが浜田彩子なんとか返している。大流血の北斗晶決めるぞという、うわっと、さあさあこれで沈むか、さあこれで沈むか、カウンター 2.5、 浜田彩子なんとか返していますが、須山さん、やはりノーザンライトを出すまではということなんでしょうか。まあそれもあるでしょうけど、彼女にとっても再スタートなんですよね、ここが。それやっぱりね、トラそうそう取られてたまるか、おっと、デスガレン、体勢から、これは関節技、まあ変形のバンジ固めってことになるんでしょうけど、横向きですね、これもいわゆるルチャ特有の、自分の体重も預けています。そして丸め込んだ、カウントタイム、すかさず里村、おっと当たりが鈍いか、そして後ろに回った、投げっぱなし、さあ浜田が徐々に息を吹き返してきたが、おっとトップロープから、そのまま腕を取っていく、長野のカットはこれはおっと押さえています。さあロープに足が届くか、中に入れますよ里村、この辺りも百戦錬磨になってまいりました、経験は十分。そして須山さん、まあ、北斗の引退試合ではありますが、里村にとっては対浜田という部分も今日ありますよね。浜田彩子もそうですけれども、これ当然大きい見どころですけど、まあ、この後おそらく長谷選手とも絡みますよね、こういう大場所で長谷選手と絡むの初めてなんですよ。いやー、北斗晶の引退というこの一つの大きな意味と同時に、この残された3人の選手、三者三様のこの試合にかけるモチベーション、戦いに十分表れています。やっぱり北斗選手言ってましたけれども、これは終わりじゃなくて始まりなんだと、この試合は、終わりはあくまでゴングが終わった後に終わりが一つあると、試合中はあくまでこれは始まりなんだと、誤爆、よもやこの試合でこれを食らうことになろうとは。そしていやすごい、このためがありました。どうだ、里村カウント 2.8。 あのね、彩子選手すごいなと思ったのはですね、ちょっとオーバーウェイト気味かなっていうような気もしたんですよ、体重的にですね、ただこれね、オーバーウェイトっていうパワーアップですね、動きは落ちてないし、さっきのあのライカーボムの上げ、がすごかったですね、軽々と上げてましたね。危なかった、それは阻止です。里村トップラップ自ら上がった、そしてさあスピンキックか、おっと2発目取られた、はい、仕方ない、里村選手の焦点っていうの珍しいです。そしてかかと落とし、完璧に取られました。さあ勝敗はカウント2、
須山さん、非常にスピーディーなこの試合になりましたね、はい、もうこれはね、あこの流血戦の時とはまた違う、さっきね、シャイニングかかと落とし狙ったと思うんですけれども、長与選手が直前でカットしました。おっと、北斗が後ろからカットに入った。この北斗も引退試合ですが、大流血。いや、引退試合で流血なんてのはあんまないんですけどね。ミサイルキック、おっと、ドロップキック、そしてハリチャー、ドロップキックっつうか、トレボの諏訪選手の使うジョン・ウーみたいな感じでしたね。下から上にって感じですね、そしてこちらも大流血だよ。満を持してトップロープ、北斗大の字、目はきっと見開いていますが、ダメージはあります。さあ、指名したなら私がきっちり送り出そうと。いよいよランニングスリーですね。おっと、溜めてからこちらもランニングスリー、北斗晶引退試合で沈むか。里村カット。さあ、須山さん、なんか分かりませんけれども、はい、ちょっとこう最終章に入ってきたかっていう雰囲気ありませんか。誰が誰取るんでしょうね。非常にこのえげつない流血の時間帯も過ぎまして、そしてエース同士のスピーディーな時間もありまして、溜めたライガードルカウント、北斗晶返していく。さあ、一瞬たりとも目が離せなくなりました。リング上、試合の展開、誰が誰を取っていくのか。いや、今北斗選手ね、やっぱり引退ロードのその試合内容を見てると、体ボロボロのはずなんですよ、はい、でももう今日は意地でもそれ見せてたまるかと。まあ、北斗本人もですね、そのあたりはたびたびコメントはしてましたからね、あるいは 60% ぐらいなんじゃないかという。いや、もうそれ以下だと思いますよ。ベストから見たらもう半分以下ですよ。そんな中で引退試合大流血な中、この北斗晶気合だけで務め上げています。さあ、担ぎ上げるぞ。デスバレー、デスバレーですか。おっと、里村のキックを入れてからデスバレーに行きました。北斗、しかし体をかぶせられない。ようやくカバー、カウント入りました。長与が返した。カウント2。会場からノーザンライトの声が、ものすごい声援があっていますが、北斗晶にその余裕があるのか。あのね、北斗選手は長与選手にまだピンのローザンライトって一回も決めたことないんですよ。はあ、この長与に対して、おっと、今度は長与がデスバレーだ。おっと、デスバレーの打ち合い、どうだ、北斗晶カウント2、なんとか返しましたが、この北斗、17年間のレスラー人生を締めくくる最後のノーザンライトを放つ、この体力は残っているのか。どうでしょうね。おっと、変形のフィッシャーマン。そうですね、落とすというよりはこう反って投げつけたという感じでしたが、もう一度このフィッシャーマンの体勢から取り上げてから、片手を固めてるんですよね。変形ですか、そしてあっと、北斗晶、受け身が非常に取れにくいと思います。いやー、須山さん、どうでしょう、もう北斗いっぱいいっぱいでしょうかね。ですね、あと一発大きいの食らうともうダメじゃないですかね。里村カットに入る。うおーっと、ジョーマイト顔面を買っていた体勢だ。さあ、どうだ。さあ、そしてリバースバックだ。体がぐねっと曲がった。浜田、どうだ、カウントは。長与は里村を使ってカットに入りました。さあ、試合は確実に終盤に向かっている、そんな雰囲気はありますが、これで終わるのか。ああ、ワンハンドバックブリか。腰が悪い選手がきついですね。北斗が動かなくなった。そして濱田をカバーにかぶせて、今度は逆に、今度は長与を使ってカットだ。さあ、北斗もういっぱいいっぱいか。最後のノーザンライトを見せてほしい気もしますが、さあ、綾子選手は何で決めるんでしょう。あっ、選手も今のでかなり大きい、相打ち、北斗が起き上がった。ちょっと2人とも多分カットいけないんじゃないですかね。さあ、これで張り手、北斗と綾子の一騎打ちという感じか。さあ、どうだ、北斗いっぱいいっぱい、張り手、
でしょう、ちょっとやっぱりベストの張り手じゃないですよね。自分が倒れかけながら張ってますね、もう。そしてカバーが、いや、起こします、行くか、うわー、ノーザンライトの声、場内大歓声、ノーザンライトの声。そしてカバー、カウントはカウント3、最後はノーザンライトバブ、ホットラキラ17年間のレスラー人生を締めくくりました。この人は勝って終わりましたね、やっぱり。いやー、終盤須山さん、これはもう技の力は残ってないんじゃないかという。でも最後のノーザンライトはきっちり決まって、綾子選手多分今70キロ強ぐらいあると思うんですよ、ホット選手より多分重いんですよ、でももう本当に綺麗なノーザンライトボム最後決めましたね。本当ですね、長代に見てろよと宣言をして、そしてたくさんのファンにノーザンライトと宣言をして、70キロある浜田綾子を見事に抱え上げ、綺麗な体勢で真っ逆さまに落としました、北斗晶。どっちだったんでしょう、里村選手に行ったのも見えたんですよ、最後のアピールは。木原さん、これもしかして誰に譲るかというところも含めてのことだったんでしょうか。どっちかってことなんですかね。うわー、非常にいい笑顔。しかも須山さん、よく考えたらこの2人今日は最後のタッグだったんですよね、はい、最初で最後のタッグ。いやー、こうやって考えると今最後のノーザンライトを見られたという感動もすごくあるんですが、この技が誰に継承されていくのか、まあ、今日出るかどうか分かんないですけどね、あの、彼女は1週間後のパーティーでって言ってますから。いやー、でも今すごく温かい目でこの里村を見ていたこの北斗の表情、ひょっとすると里村にこのノーザンライト譲られるんでしょうか。いや、でも最後にやったの綾子選手っていうのも一つのメッセージかもしれないですよ。いろんなことが考えられますね。いやー、でもこの17年間の戦いを終えて、まあ、デンジャラスクイーン、そのコスチュームを着たままではありますが、北斗の表情が非常に優しくなりました。さあ、北斗晶、マイクを握っている最後のマイクアピールです。じっくりと聞いてみましょう。おい、ありがとう。人生14回な、言おうと思ったけど、ノーザンライトボムお前がやる。今、須山さん、こういう決断ですね。しかも今出ましたよ。かつて、こうやって手元にやったことあるか、あなたの話は受け入れたて。いや、北斗らしい選択といえばそうですよね。いや、いい表情です、北斗晶。ノーザンライトボムを長代千草に譲り渡しまして、17年間の最後の試合終えました。北斗晶がリング中央。いや、重いものを渡されましたよ。でも、でも瀬山さん、最後にノーザンライトボムをお見舞いした浜田に送るか、あるいはタッグを組んだ里村に送るか、そう思ってた、どっちかだと思ってたんですけど、意外でしたね。いやー、おっと、行きますか、張り手。お前の師匠じゃない。いったー。本当に師匠に応援されてましたね。さあ、尾崎と薫が上がってまいりました。あ、ポリスも一緒です。熱い抱擁、卑弥呼として一緒に戦った時代もありましたしね、まあ、レスラーとしては相通ずるものがあるといったところなんでしょう。まあ、ある意味この薫もちょっと北斗と一緒に戦うようになって、これはビンタ食らわなきゃダメでしょ。あーっと、ポリス、あー、帽子を逆さまに、遠慮なく言ってください。あーっと、カンクラスが飛んだ。これは硬かったですね。試合中に綾子選手が食らったのより
ってすごかったですね。そして今日は花道で凶器を渡すシーンもありました。デビル雅美、この2人の間にもね、本当長い歴史ですけど、いろんなことあったんですよね。単純にね、好きな先輩好きな後輩だけじゃなかったんです。だから余計に感動しますね。この2人は最後の最後に分かり合えたんですよね、レスラー生活の最後に。いい表情です関西。ひょっとしたら交わらなかったかもしれない2人だったんですよね。爽やかな笑顔です、徳川明。そして山田敏夫が続きます。ありがとうよ、ケチンポ。この2人は一緒にメキシコに遠征したこともありましたね。いや、そうやって考えると本当に一人一人といろんな思い出を持っている選手なんですね、徳川明というのは。そして最後の試合タッグを組みました。晩年最大の好敵手でしょう、まあ、ここは食らわなきゃダメでしょう。本当はノーザンライトでもやって里村に譲ってあげてほしいという部分も泣き石もあらずなんですけどね。まあこれは致し方のないことでしょう。北斗が選んだんです。ここは張り手だ。お前には負けたな。やらしてくれ。やっぱり里村への張り手は強烈な気がする。里村思わず。いやー、よくやった。いやー、大先輩たちが花を渡して去る中で里村は、いい、これは彼女の花向けです。なるほどね、これで正解、よくやった。うわー、もうボロボロです。下田、この人はもう私の知ってる限り女子プロ界一の泣き虫ですからね。まあ、ファイトの時はね、本当にじゃじゃ馬ぶりを見せてますけども、このギャップがまたファンの心をね、もう私なんかこういう美馬ちゃんのことが好きで、もう本当にこのか弱き女性という表情。まあでも下田美馬っていう選手は本当に北斗晶がいたから、いや、そして北斗選手との関係という意味ではもう下田選手以上にね、師弟という絆はもう三田選手の方が太いんですよね。いや、わかりますよ、もう本当に。もともとラスカチョっていうのはね、この2人から始まったわけですから。そうですね、若手時代ずっと付き人やってて ね、 ますね、本当に。はい、ありがとう。いや、三田も膝をついて泣き崩れました。こちらもボロボロです。もうある意味ラスカチョが一番この今日の北斗の引退っていうのをカウントダウン実感してたかもしれませんね。ですね。そして北斗晶、最後のノーザンライト部門をお見舞いしました浜田彩子です。たった一度の最後の最後に間に合った感じですが、いやー、でも浜田としてもこれは忘れられない、られないね、瞬間になるでしょうね。さあ、残ったのはただ一人ということになりますか。いや、まだいますね。あ、アジャもいますか。いや、アジャまた一段と大きな花を。あの、エコピーですか。本当にやめるんですよ。今回は本当にやめるんですよね。本当にやめるんですよね。多分一回騙されてるんで。本当ですよね。じゃあ最後なんで裏剣ともしましょう。ありがとうございました。まあ、アジャ選手としてはね、東京ドームの本来だったら引退って言ってた試合の相手やったのがアジャ選手ですからね。そうですね。まあ、この人だけはあの本当にやめるんですかっていうのは言う権利あります。ただ今度ばかりは復帰はありませんね、須山さんね。僕はないと思いますよ。そして長代千草の登場です。最大の敵という言葉を北斗晶が最後の試合が終わった後に長代に向けていました、うん、いろんな意味でね、またこれもらう花の意味もひとしおでしょうね。という感じでしたね、長代はね。まあ、いつも憎たらしいこと言ってるから、ここで何言っていいかわかんないけど、私らしく去っていきたいと思います。
ただ一つ、選手はいつも師匠背中合わせで戦ってます。ファンの皆さんに残す言葉よりもリングに上がり続ける選手たち、絶対死ぬなよ、ありがとうございました。彼女の口から出た言葉ゆえに重いし蹴出し名言ですね。最後の言葉としては、まあ、ある意味全てが彼女の17年間の全てを総括した言葉だと思います。そうですね、最終的にこのねリングを降りようと決めた、まあ、何割かにもやはり、ね、親友の死というものもありましたし、そういう意味ではもうそういった辛い気持ちを味わいたくないという部分もあるでしょうしね。いろんな意味を込めた北斗晶最後の言葉でした。テイクアウトフォークを四方に向かって聞いたっていうのは僕多分北斗先生初めてだと思います。うわー、試合開始に負けないぐらいのたくさんの紙テープ、いよいよ北斗が本当に須山さんリングを後にする瞬間が来たんだなっていう実感が、あーオロベレーを解除できるのもこれが最後ですかね。これはもうね、この曲だけ誰も使ってほしくないですね。あまあ、ノーザンライトはね、長代という本当に素晴らしい選手に、まあ、生かさず殺さずというふうに北斗も言ってましたから、北斗晶を、まあ、ずっと受け継ぐという形で残るんでしょうけどね、はい、この入場曲はまた違った意味がありますからね、はい、このオロデリーだけはやっぱりね誰も使ってほしくないです。いやー、あ、スカイアのジャージですね、一回返したんですけどね、対談した時に、最後はやはりガイアのジャージを着てリングを後にしますか。いやー、本当にいなくなっちゃうんですね、北斗はね、寂しいですけどね。まあでもそういう意味では自分がこの引退をする気持ちっていうのはファンにものすごくこうです、ね、時間を打ってアピールをしてくれた分、はい、ファンは納得してるところはあるでしょうね。カウントダウンの試合もボロボロになりながらよくこなしてくれましたしね、はい、最後の最後まで ね戦いの場にいましたよね、メモリアルじゃなくて、はい、まあ、それは本当に諦らしかったと思います。おっとおっとおっと、花道の向こう側スポットライトが、あっと、これはケンスケ&ケンノスケ、今木村統括と握手をしていますが、須山さん、これどうでしょう、はい、一人のレスラーから妻そして母へ戻る花道ということになりますね。ですね、まあ、その佐々木健介選手と、まあ、健之介君に、まあ、北斗晶じゃなくて佐々木久子さんをお返ししますと、本当にリングからこの2人が待っているまでほんの何メートルしかないんですけども、すごく意味の深いこの北斗の歩みといいますかね、もう佐々木久子さんですよ、一流のレスラー北斗晶から佐々木久子、母そして妻に戻った瞬間です。北斗晶もうありません、佐々木久子になりました。いやー、これ感動的なシーンですね。これは本当にこうもう周りのことも何も気にしないで愛する人の胸に顔をうずめたという感じですね。もうこの姿を見せた時点で北斗晶もう終わったんだという、もう最大の一瞬だと思いますよ。いやー、北斗晶17年間のレスラー人生幕を閉じました。西山さん、我々もこうやって見られたこと非常に良かったですよね。非常にいい一つのエンディングに立ち会えた、もうこんなの見れないでしょうね。そしてノーザンライトはこの後長屋の手によって引き継がれていきますが、この佐々木健介のこのレスラーのまた頑張りぶりで北斗晶という選手が佐々木久子に戻って支えている部分も我々ね、内助の功をね、健介選手のファイトを通して見ていきたいですね。北斗晶選手、本当にお疲れ様でした。やり残したこともたくさんあるし、父はああだったらよかった、こうだったらよかったとかね、今考えることは今の試合のことだけで、17年間振り返るっていうのも無理なことだし、
試合について。私らしいと思う。今日の試合はね、自分のことを言ってしまえば、もう本当に今ゴングが鳴ったら輝ればいいと思ったけど、まあ一つ言ってしまえば、長井千里さんと浜田綾子選んでよかったなと。まあ綾子ね、4年目かな、4年目とかって聞いたから、キャリアにしたら朝日で精一杯ね、自分を見せてきたと思うし、まああの出ち声のケブラだ、思いっきりね脳天で勝ち割られたからね、くそ勝ち合ってやれやがったなと思って、そればっかりね今考えちゃうけど、正直言って、一発宣伝してやれやがったなとね、悔いは残りますよ。勝って手を挙げたって悔いは残る。それはレスラーみんな同じ、何年やったって、5年やったって、10年やったって、半端じゃないプロレスラーだったら絶対悔いは残る。最後のあのマイクに込めた思いっていうのは、やっぱり今思ってることは、17年間でやっぱり自分が本当に一番つらかったことってなんだろうなって考えたんだけどね、試合前に何だったんだろうとかって、どうせセレモニーはあるんだからと思って、一瞬だけ何だったんだろう、辛かったことって何だったろうって考えてね、怪我は本当つきもので、この前の最後の大阪で実は肋軟骨骨折させられて、あじゃあゴングにね怪我あったのかなとかって思った時、いや一番辛かったのはね、やっぱりねプロレスラーと組む人が亡くなった時だね。私のやっぱり同期をはじめ、プラムにしても福田選手にしても、まあ話したことはないけど加藤選手にしても、そしてねそれ残されたその場に居合わせたものの辛さっていうのかな、それかな、それを思った。あとはやっぱり憎ったらしいやつもいっぱいいるけど、死なないでもらいたい、死ぬなと、それが私の本当に思いかな、お客に対してありがとうは言わない、私は、ずっとね応援したきゃ応援すればいい、応援したくないなら応援するな、その観念でやってきたから、ありがとうございました。やってくれたな、ありがとうございました、ありがとう、花も出してくれて以上です。それだ、あばよ。そうですね、まあ男として見た場合のことだという感じですね。俺もレスラーだから途中でね、やめさせるようなことしたくなるとした。結婚した時、そして子供生まれた時ね、自分の中にいろいろ考えがありましたけど、それもやっぱり、夏もレスラーなんですよ。でも好きなだけ、自分が気が済むまでやらせてあげたかったっていう、そういう気持ちがずっとあったんです。今日という日はね、まあ、北斗晶自身が考えた日であって、それで、まあ、おとなしく幕を閉じてもらえるかなっていう、ね、そういう気持ちもありますけど、とりあえず、まあ、ほっとしてます、僕は。